私は会社の社長です。社長というのは、主に人のこととお金のことと将来のことを考える仕事です。ですから私は将来会社の行く方向、そういうものを考えて、会社の皆さんにこういう方向に行くんだなって理解してもらって行動をとってもらうことです。それが私の仕事です。